明太子キフグ族は、フグ目ハリセンボン科に属する族の一つである。インド洋、及び西太平洋の熱帯域を中心に3種が生息し、日本でもそのうち2種が見られる。本族に属する魚類はいずれもくちばし状の葉を用いて、甲殻類などの無脊椎動物を捕食し、体は棘で覆われている。 明太子垣フグ族サイクリックシースは、フグ目のハリセンボン科に所属する族の一つである。本族は、すでに、マルクス・エリエゼルブロフホが記載しハリセンボン族ジオドンに分類していた、明太子垣フグジオドンオオビキアレリスを含む、シントナ族として、ドイツの博物学者、ヨハン・ヤーコップ・カウプによって1855年に創設された。なお、この時カウプは、 本属のタイプ種を指定していなかったが、後の1865年にピーター・ブリーカーが、帯体主垣フグをタイプ種として指定し、以降の研究者はそれに従っている。俗名のサイクリックシースは、ギリシア語で、円、和を意味する、ククロスと、魚を意味する、イクサスからなる、合成語である。本属魚類は、根元が三本に分岐した、強大なトゲを体全体に持つ。これらの棘は、 不動性であり、根元が2本に分岐した、可動性の棘を持つハリセンボン族魚類と識別される。尾ひれには9本の難状があり、小柄の背面に棘はない。近縁の石垣グ属茶色メイクタースの魚類は、尾ひれに10本の難状を持つ上小柄の背面にも棘が見られ、これらの点で本属と識別される。側面から見ると、卵型の体型を示し、小柄に向かって細くなる。 葉は、くちばし状に融合する。他のフグ類と同様、本属魚類は体を膨らませることができる。ハリセンボン族の魚類と異なりトゲを立てることはできない。しかし、トゲで覆われて膨らんだ状態の本属の魚を飲み込むのは、捕食者にとって十分困難である。強大なくちばし状の葉を用いて、甲殻類や軟体動物などの硬い殻を持った、無脊椎動物を捕食する。 本属魚類はテトロドトキシンやシガテラ毒を体内に含む可能性があるが毒性についての詳細は不明である。本属にはインド洋と西太平洋から3種が認められている。うち2種が日本に分布する。分布の中心は熱帯域だが温帯域に出現する種もいる。ありがとうございます。